DS PDS。 はい、すみませんけどね、俺の私物汚い系 YouTuber トゥデです。なんかね、俺の私物イコールもう汚いってイメージがね吸着してると思うんですよ。 PDS のものイコールもう汚いって、だからもうそういうのね、ちょっと書き消したいなっていう。だから服装もちょっとね、今日正してきました。で、やっぱさ、このキッチンも見ても分かると思うんですけど、生活感ありすぎなんですよね。普通の家でね、こんなもんですよ。いや、まぁ、ちょっとね、まぁ、散らかってますけど、ちゃんとね、整理整頓できてね、もう生活してるなっていう感じをね、まぁ、出てんすけど、僕の動画初見プレイの人とか、なんだこのキッチン、ちょっと生活感ありすぎだろっていう感じでね、見られてると思うんで、だから僕ね、ちょっと汚いイメージがついちゃったのかなって思うんで、今日はね、もうとりあえずこの鍋、この鍋見てください。もうこの鍋こそがね、もう僕を汚くしてるんですよ。動画でもめっちゃ指摘されたんですけど、鍋が汚いとか、あと実家のまな板が汚いとか、まずは鍋をきれいにしてね、僕の汚いイメージをね、払拭していきたいと思います。で、何できれいにするかというとね、このオキシクリーン、コストコとかでね買えるやつなんですけど、まあそこら辺のホームセンティーでも買えますね。まあ、これは海外のやつなんで、多分もう名前からして海外だと思うんですけど、めちゃくちゃね、落とせるってことなんで、ちょっとこれね使ってね、ピカピカにしていて、うやす！うわぁ！なんか大抵こういうのってさ、なんかフィルターがついてると思うじゃん。じゃあこの汚さをね、今覚えといてくださいね。マジでこれね、取れなかったんで。で、今から付け置きして、取ります。2杯ぐらい入れるか。頑固だから。で、ついでにこれも落としたいね。筋トレしてる人ならわかると思うんですけど、BCAA とか取るとね、ほんとね、取れないんですよ、この汚れが。マジで。タンパク質なのかわかんないけど、全く取れないんで、こちらもね、ちょっと、もうこれ洗ってある状態なんですよ。これも入れとくか。で、蓋も。はい、次の日になりました。見てみましょう。ほっ！全然落ちてないなぁ。ダメだこれ。油汚れは落ちないことが分かりまして、で、ここね、なんで銀色になってるかというとね、硬いスポンジでやったらね、削れちゃったんですよね。なんか削るのはさ、ちょっと違うかなと思って。ってことなんで、これを買ってきました。焦げも落とせる、油汚れ落とし。こんなに使おう。お、これはなんかね、落ちそうな匂いですね。はい、2、3時間置きましたね。ここら辺ね、ちょっとなんか焦げっぽいのが垂れてますけど、焦げが取れるのでしょうか。ちょっとこすってみましょう。なんか通販番組みたいにさ、なんかめっちゃ綺麗にさ、ならないね、一瞬で。なんかさ、思ったようにさ、綺麗になんない。ちょっと全く落ちないんで、焦げペロンってのをね、もうこれやっていきます。こんな感じで。まあちょっと信じてやってみますか。あ、こういうのでやるのね。へんにゃぽちー。はい、3時間経ちました。どうなって、うわー！え、めっちゃ銀色になってるよ。え、しかもなんか、反射してる。すごいすごい。ほら、ピカピカになってる。え、すげえな。まあ、ここちょっと落ちてないんですけど、で、ちょっと自分で、これで削ったんです。結局これ落ちなかったよ。何一つ落ちなかった。はい、って感じで結局磨いてね、ピカピカにする系 YouTuber でしたね。何が一番油汚れがね、落ちるんですかね。そもそもね、もうこれ油じゃないんじゃないですかね。飴とかいろいろ、もうコーヒーとかいろいろ混ざって、もう、やにやっちゃうわ。って感じでね、今後はこのピカピカのね、お鍋でやっていくんで、綺麗な断定をよろしくお願いします。シッ！アドバスユー！ PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくにゃー！